お疲れ。お疲れ様です。さあ皆さん、はい、久々に凶暴か父親に会いに来ますよ。なんかもう腰弱しちゃって。あ、みたいですね。もうなんかやめるかみたいなこと言ってるらしいよ。そこまで？だいぶひどいみたいよ、腰が。そんなひどいの？うちの実家の前、ちなみにこんなのね、ちょっと。あんまやばいでしょ。景色もあんまやばいでしょ。ながらに田舎って言ってながらに田舎って言ってきたけど、こちらの方が田舎だと思うんですけど。そりゃ原付走るわ、原付がバイクばっかだわって感じで。不良になるしかないよ、こういうところでバレたら。まあだけど近所の子みんないい子だけどな、結構同級生いっぱいあったんだわ。6人歩いて行けるところに。だから悪い子じゃないけど、遊びがバイクとかそういうのしかないってことでしょ。そういうのしかない、これだから見て、この感じ。すごいですよ、本当に。信号なんか本当にないからね。まあ、ちょっと父親が相当、なんかあれみたいだね。あんな気違い父親でも、弱っとるところ、映すの。もう、息子の役目だろ。そうだよ、顔がめちゃくちゃ。ありがとうな。本当に。本当動画のネタになったら。よっしゃぐらいな感じで。よっしゃで、奥から送ってたぞ。来んでええわって。そこに、あ、また置いてるよ。入っていいですか？侵入禁止。YouTube 禁止。ここまではいいんですか？あ、お父さんあれ。で、誰かな、俺は腰が痛いという情報誰が入ってます？すごいね。誰？すごいね。なんで？どれくらい腰だよ。もう絶対すんの？いつ帰すの？先週の月曜日仕事行って、で、火曜日、起きた時なんかもともと腰が痛いもんで、うん、おかしい、これ無理だなと思って、うん、行こうとしたんだけど、ただしがバキーンなって、うわ、痛そう。いくつだったの？誰？年？72歳。72か。うん、でやって、でもうどうしようもないもんで、で俺もともと腰が痛いは痛いんだけど、うん、こんなもん 2日か3日ぐらい安静しとらええわと思って、うん、でとりあえず行ったら水曜日か、水曜日ちょっと調子良くなった、あ、これいけそうだなと思って、うんうん、水曜日に行こうと思って、これ調子いいなと思って、うん、バカなもんで、うん、くっつけてポキッて、うん、こんなラインを送ってるね、塗り替え親父とかで、まだ職場復帰は無理です、ます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 、私の健康ボロメーターのマイチャリを転がせないのはショックです。また連絡しよう。ネットワークあるから俺は。社長ネットワークっていう、もう会社に張り巡らしようから。お父さんバレまくりっすよ。もう寝かさなかんもんで、物件がでかいもんで、わざわざ来ることないって。何を？なるほど。入ってこない。もう自分も出たがりだろ。そんなことないって。出たがりだろ。そんなことないわ。おじそじてながら嫌だわね。おじそじてる感じ。出たいんだろお前。出たくないわ。息子は YouTube に。もう一度は勝手に作るんだって。なんで出たいんだろ。出たいんだろ。嫌だわ。夫婦ともども。うまく言いながらよ。ようやもう出たがりかよ。親子揃って3人とも。ほんで電話かかってきて、龍二君が、うん、親さんいつから出てこれますかあるもんで、うん、うん、とりあえず今痛いもんちょっと無理かわからんで言ったら、うん、要は運転手欲しいわ、材料が取り上げなんで、今日も健太郎かなんかが、うん、材料かしリースモンかなんか借りに行ったんじゃない、うん、とりあえず寝返りも打てんなもん、寝返りだこうなるぐらいだったら選手しよかったんで、もっと面白い話したのは、うんうん、俺いつもトイレの掃除しとるんだ、うん、トイレ掃除して、オカムのバカタレがよ、うん、掃除するブラシがあんま汚い話になっちゃうんでね、うん、うんこが流れんかったらしいわ、うん、で、その掃除する、便器掃除するやつを、うん、うんこつけっぱなしになってぐちゃぐちゃ固まったの、うんこその掃除するやつに、うん、ああ、そうそう、俺あ、それ3回やられたんだ、あいつが3回やられたんだ、ジャバジャバジャバってやらんの、あ、あれええものを、うん、あれそのまま使った、そのままやったまんま、そのまま突っ込んでくるなのかケースがあるもんね、そのまんまやったら俺頭に来てよ、うん、これ3回やられとんだ、うん、その前は岡部やった方がいいじゃない、うん、もうやめたベトナム人が分からんし誰がやったか分からんけど、犯人見つけ俺もう頭に来とるもんで、ね、チンチンだもん俺、うん、夕方まで待って帰ってくるもんまとって、うん、でみんな集めて、うん、で一人一人お前か、お前か、お前か、リュウジか、トシかみんな全員集めて、うん、事務所にそんな言い方しないでしょ、で話してでみんな喋ったんだ、お前か、お前か、言った、うん、いや、違う違う、で最後で誰、お前ら言うまで俺貸さんだなって、うん、で、最後岡部が、うん、手挙げたんだ、うん、一番最後、うん、よ僕やりましたって、お前やりましたって言って、お前誰か変わっとんだろう、言ったんだ、うん、で
そんな何でお前1時間も喋ってるの何で今くなって言い出す1時間もやったの。そうだよ、俺今言うまでの返さんつもりだったのお前ら俺犯人見つけたぞ、お前ら帰らさんじゃないって言って、うんうん、お前ら暴君したぞなんて言って、うんうん喧嘩してる。ほんで最後俺が岡部捕まえて岡部小手に殴ろうして俺もで引きずらそうしたら、うん、あなたに彼氏俺に歯向かってきたんだ、うん、俺にやめてくれって、うん、あそうそうだとこんな素直に言っとでええからってうるせえってけよ、黙ってるのも関係ねえからな黙ってけって、うん、喧嘩になってこれやばいだってカンちゃんと、うん、あの松田君が俺を止めるんだ、うんうんうん、おやさんやめてくれやめれ、うんうん、俺カンちゃんの死を泣くたと思って、村元とかで来たのと思ってたもん。本当だよ、それ。本当にお迎えてきたんだ、あいつ。うん、俺に、何とかするのとあったら、ええー、俺らやるぜって。本当にやるんだな、バカ。出てやれよ、言ったんだ、そういうし、うんうん。で、やるって言ったわ。うんうん、で、俺もほったらかしだもん。ああ、そう。そういうこともあったよ。うん、まあ、そんで、すぐ仲直りしたけど、その場で。うん、にちょっと言い過ぎたなって、握手して仲直りしたけど、うんうんうん、その場はな。うん、だから、面白い。そういう話がある。それで、うんで俺で岡部と翔をいじめたもんで、うん、罰が当たってこうなったから。そうなんだ。まああれやね。まあそれはまあ笑い話やけどな、うん。まあ実際は殴らんけど、翔、うんうん、もやっぱり可愛いもんで、うん、職長だもんで立場上、まあ、そうだね。ほんで多分俺に生かしたんだと思うよ、うん、多分。生、うんうん、かしちゃってそんなもんやめろみたいな感じ。そんな感じ迎えてきたもんで。こいつ俺しかしてたけどこれやったら負けるかも分からないこれいいしかねえなって捕まえてぐっちゃぐちゃうんかここだよなって分かるやろそんな人気持ち悪いですけどねあ気持ち悪いやろそれ俺綺麗に上がったんだよほんでで、トシ君が岡部にお前トイレ行ってブラシ持ってこいブラシ持ってきたって、うん、で見せたわけみたいな俺こんな今はこんな綺麗になっとるけどこれ持ってきてなかったお前らこれで一発ずつ顔なくたんかいって顔つけたのかいって言ったら俺頭が来たのもうバカだもんね。こんな父親の子供でこんなっちゃうわねこんな日が生まれてこんな父親でお前こんな父親でってお疲れ様ですそうですこの前お父さんに怒られたらしいですね怒られますそうなのトイレよちょマジくだらないからあんま話したくないですけどでもその2回は岡部さんじゃないんですよねはい3分の2は違いますけど3分の1は僕がやったんですよてなやったってけどもう急いだったんだろお前はあそうです朝、まあ、パッとシャッとやってシャッとしたんですよそんなの見えんくないよく見んとってそのこうやって拭いとんのこんなん見んだろ違うそういう問題じゃないんですよ多分洗ってからケースに戻せってことですお父さんそういうことですね帰りに集合かけられて1時間話した後に手あげたんですよね、岡田さんそうですもうちょっと手あげるにあげづらくてだって怖いっすよねあれ分かったみんな詰められとったもう詰めるみたいなってで、胸ぐら掴まれたんですか、岡部さんあ、胸ぐらの前にこう、なんて言えばいいですか、これはお前がやったんかーそう、こんな感じ本当っすか本当っす、本当っす胸ぐらじゃなくて、こうで、それを翔さんが掴まれたんですかそれでそこで岡部が座っとったんでここにね、はい、でこうやってやっとったもんで、ね、でお前外出ろみたいになったんで、はい、でも俺もなんかムカついたから、はい、それはおかしいですよって言ってなんだお前反抗しとるんかって言われて反抗してねえよってでもお父さんは胸ぐら掴んで外出そうとしたって言ってたし俺よ、はい、俺掴まれてないよね掴まれた掴まれてないですよお前殴ったろかって来いよと歯向かってきたから胸ぐら掴んで殴ったろうとしたって言ってたじゃないですか全然そんな感じなかった俺の前だからその来いよってしてたもんね来いよって言ってたいやでもこいつはそのなんていうのよく言えたじゃんその場でさこいつがやったことだけどまあそうですでこいつもその初めてじゃん言われるのまあ確かにでその3回目っていうのは別に知らんわけだしそんな1回で怒らんでいいしって思ったから俺もそのねかわいそうだしまるで常習犯のいつもだしでそこで喧嘩になる次に松崎の神田が来てそれも20分ぐらいずっともう暴れとったあの人ですよねそうです30分暴れてたんですね暴れてたっすか上がらずにもう俺と神田に放り出してまあ俺らは悪いけどはい俺らの意見としては別に、ね、そこまで強く言わないとそんな感じだったわけです、ね、そうですねありがとうございました大臣引退かあ引退か
何引退か。引退はしないよ。いや、まあ、なんとかようになってきとるもんで、京都も行こうと思ったんだ。行こうと思ったけど、ちょっと寝れるともらうビシッと来るもんで。もう、でも自転車も、自転車乗りすぎじゃないの。なことないもん。自転車でこうやってドローンばっか上げとるもんで、こうなんちゃうの。なんで、開けとって腰が痛む。腰痛めるでしょ、これ、ずっと立ってる。何この、しゃあんで、これ、こう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 、あ、ほんとだね。それ見たいんだ。なかなか治らないでしょ、私は。でも、だいぶ読んでたよ、病院。最初俺、嫌な始め方、パンツも上げんかったんだね。こうやって、こうやって。ほんで、どうやって履こうか言ったらさ、我々だけど、寝転がって、寝転がって、ここにパンツ引っ掛けて、ピュッと上げて。それだったら履けるんですか。はい。まあ、こんな。うん、楽しみな小林一三です。面白いですね。みんな癖強めです。お父さんお母さんも大変な家族ですけど、まあ、ね、まあよかったね。でも、まあ、復帰できそうだし、まあ、早めの復帰をできるといいですね。今週中にはいけると思うけどな。あ、最後にちょっとあのイベントの告知ですけど、5、6、7、はい、東京大阪名古屋で足場の名刺交換会ってやって、まあ結構人数も少なかったらちょっとあれだったけど、結構まあ楽しんでいただいて、まあ俺らも結構勉強になって、すごいいい会になったんで、ぜひこの東京、大阪、名古屋で、はい、まあ、1ヶ月ずつ順番にやっていこうと、まあ多分、テロップなんかで撮ると思いますけど、ぜひそっちの方の参加も、面白くなると思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。まだ見てねー。あー、いてて。そうです。